バイオハザードリベレーションズは、カプコンより2012年1月26日に発売された、Nintendo 3DS 用ゲームソフト。リベレーションズシリーズの第1作目にあたる。リベレーションズは、真実を意味する。本項では、バイオハザードリベレーションズアンベールドエディションについても、記述する。アンベールドエディションは、ベールを脱いだという意味である。バイオハザードシリーズでは、2009年発売のバイオハザード5以来、約3年ぶりとなる。また、ナンバリングではなく、サブタイトルがついた作品としては、2000年発売のバイオハザードコード、ベロニカ以来、12年ぶりの作品となる。時系列的には、バイオハザード4と5の間に位置するが、チャプターによっては、前日談を描いているものもあり、4と同系列になるチャプターが存在する。また、映画、バイオハザード・ディジェネレーションと同系列でもある。本作では、政治家にして、詩人でもあるダンテ・アリギエリの著書から内容を引用、テロ事件と政治のうちで生じる問題の関係を、登場人物の愛読者らが詩と重ねて語るという、独特な表現がなされている。初期の探索型ホラー思考から、今や、バトルアクションとしての側面が、色濃くなってきた本シリーズの中において、原点回帰をテーマとして制作されている。本作と、バイオハザードザ・マーセナリーズ 3D は、並行して開発されており、ザ・マーセナリーズ 3D で培った開発ノウハウが、本作に生かされている。本作では、オープニングやリザルトに、チャプターのタイトルが表示されたり、次のチャプターに進む際に、本作の登場人物の声で、これまでのバイオハザードリベレーションズというナレーションの後、前のチャプターのダイジェストが流されるなど、全体的に海外ドラマのような演出が随所に施されている。実在の書籍と物語が密接に絡み合うことも含めて、これらの演出は2015年に発売された続編に相当するバイオハザードリベレーションズにも継承されている。また、ジャケットのビジュアルには、不気味な瞳が映し出されているが、これも RV2 に継承されている。週刊ファミ通1207号のクロスレビューでは、ローリング内沢が10点、レオナ・海老原が10点、吉池マリアが9点、デビル・藤原が10点をつけ合計40点満点中39点で、プラチナ殿堂入りを果たした。後に本作を HD リマスター化した。バイオハザードリベレーションズアンベールドエディションが発売された。アンベールドエディションの全世界累計販売本数は全機種合わせて170万本。以降、突起がない限りはオリジナル版である 3DS 版について述べる。世界的製薬企業アンブレラの崩壊から1年後の2004年。最先端の技術を結集して建造された。地中海の海上都市、テラグリジアで大規模なバイオテロが発生した。テラグリジアの開発に反対していたテロ組織、ベルトロがウイルスを散布すると同時に大量の B.O.W を放ったのだ。アメリカの対バイオテロ部隊、FBC が NGO 団体、ブザのサポートを受けて対処に当たるが、事態は悪化する一方で収拾がつかなくなる。事態を重く見た FBC 長官のモルガン・ランズディールは、ブザ代表のクライブ・R・オブライエンの反対を押し切り、太陽光集積システム、レギアソリスを兵器に転用して、都市もトロも艦船を焼き払う滅菌作戦を実行に移す。この作戦によりテラグリジアは、都市全体が高熱で焼き尽くされ、完全に崩壊。後に FBC によって、ベルトロの掃討作戦が行われ、ベルトロの壊滅が発表されたことで、事態は収束となった。この一連の事件は、人々からテラグリジアパニックと称された。テラグリジアパニックから1年後の2005年、ベルトロが復活しているとの情報がブザにもたらされ、ブザ隊員のクリス・レッドフィールドとジェシカ・シェラワットが、調査のため、ベルトロの拠点があるという北欧の雪山に向かった。同じ頃、クリスの戦友のジル・バレンタインは、同僚のパーカー・ルチアーニと上司のオブライエンと共に、海岸で謎の漂着物の調査を行っていた。謎の漂着物があったのは、テラグリジアとの廃墟から近い海岸で、調査の結果、漂着物はウイルス感染性のものと判明する。その直後、オブライエンに緊急連絡が入る。ベルトロの調査に向かったクリスとジェシカからの通信が途絶え、消息不明になったというのだ。最後に通信が途絶えた地点の座標を確認すると、北欧の雪山に向かったはずなのに、なぜか地中海の海上で通信が途絶えていた。オブライエンは、ジルとパーカーに、その座標の場所に向かいクリスたちを捜索するよう指示を出す。ジルとパーカーがタグボートで座標の場所に向かうと、そこにあったのは巨大な豪華客船だった。二人はクイーンゼノビアと書かれたその客船に乗り込むが、船内は廃墟のように荒廃していて、人の気配はなく、ゴーストシップさながらの状態だった。さらに、船内を調査中に見たことのない異形の化け物に遭遇。辛くも化け物を撃退した二人は、クリスたちを見つけるため、化け物がひしめく船内を命がけで探索していく。しかしこれは、テラグリジアパニックの隠された真実をめぐる大事件のほんの序章に過ぎなかった。基本は、4や5と同様の背後追尾カメラによる TPS 風スタイルで、本作の前に発売された、バイオハザード・ザ・マーセナリーズ 3D で用いられた、新たなシステムなどが盛り込まれている。声優は日本語、英語の順で表記。船内施設物語中盤に登場する、姉妹船。クイーンゼノビアと同一設計で全く同じ施設と、設備を持っており、ゼノビアにおける研究施設捜索の用となる。船名は、伝説上の古代アシリアの女王に由来する。物語の終盤に訪れることになる豪華客船。テラグリジアパニックの際に沈没しており、わずかな場所が残っているのみである。セミラミスと同じく姉妹船のはずだが、ゼノビアでは見かけなかったような構造となっている。船名は、伝説上の古代カルタゴの女王に由来する。本作では、所持できる武器は3個までであり、4個以降の武器は、ステージ各所に設置されている、武器ボックスに収納される。武器は、武器ボックスで、カスタムパーツを装着でき、それによって強化できる。いわゆる拳銃。入手できる弾薬が多いので、序盤から終盤まで活躍する。本作では、シリーズ恒例のバースト機能は、銃の特性ではなく、カスタムパーツの機能に移行されたことで、ハンドガンのみならず他の銃種にも機能を追加できる。後述のアンベールドエディションにて、ダウンロードコンテンツとして限定モデルが追加された。散弾銃。一発の弾丸で複数の散弾が放射状に広がる武器である。遠距離では威力が落ちるものの、近距離では高威力かつ敵のひるみ効果が期待できる。従来のシリーズ作品と同様に、サブマシンガンとアサルトライフルを統一した武器ジャンル。連射速度と装弾数に優れている点が特徴になっている。サブマシンガンは連射速度と装弾数がさらに強化され、アサルトライフルは高威力と貫通能力を持つ。スコープにより遠距離でも正確な狙撃が可能な銃。構えるのが遅く視野が狭くなるが威力が高く、貫通能力を持つ。高威力だが反動が大きい武器。入手できる弾薬が極めて少ないので重要な局面で使用することになる。3つまで所持できる銃とはまた別枠となる補助武器。手榴弾系統前述のロケットランチャーを含み、本作では自分の武器による爆発ではダメージを受けない。ナイフ系統護身用途向けの刃物。操作キャラクターによって種類の異なる刃物が存在する。2013年5月23日にプレイステーション3、Xbox 360、Wii U、Windows 版が、2017年8月31日に、プレイステーション4、Xbox One 版が、同年11月30日に Nintendo Switch 版が、発売。HD 向けに、モデリングの修正やテクスチャの張り替えが施されている。ほか、キャンペーンモードに新難易度、インファーナルやスキャナー装備。ジェネシスの装備時デザイン向上、レイドモードに、レイチェル、ハンクといったキャラクターの追加などの新要素がある。Wii U 版は、バイオハザードシリーズ唯一の Wii U 用、パッケージソフトである。イメージソングとして、ドラゴンアッシュのトリガーが使用された。バイオハザードリベレーションズアンベールドエディションに関するカテゴリー。ありがとうございます。